ランキング、はい、パスロフィッシュの勝成です。この番組はですね、ホールにある月間値玉ランキング、あれに乗ることを目指す番組になってます。ルールはですね、まあその月間値玉ランキングに乗ってる機種から実践をするということになっています。まあいつもはですね、あの大阪にある天王寺ホールというところに行っていたんですけどもですね、今回は違います。もうあそこはですね、いやすごいお店だと思うんですよ。15位まで全部コンプリートしてたりね、ほんとすごいと思う。ただからくりサーカスかバルブレイブかしか打てないんですよ。なぜならもう全部そうだから、バルブレイブかからくりサーカスしか入ってないから、でコンプリートもしないと入賞しないっていう、それは素晴らしいホールなんですけど、僕にとっては厳しい戦いではあったんですが、今回はですね、和歌山県にありますスタジアム2001和歌山最小店に来ております。あのね、本当に面白いなと思いました。そのホールの月間出玉ランキングを見るとやっぱ色がわかる。なので早速見たいと思います。月間出玉ランキングはこちらです。6月ですね、6月の月間サマイランキング1位チバリオ218266枚、まあまあ多分コンプリートでしょうね。で僕がランキングに入るには10位のゴジエバ11521枚、サマイで浮いてるのを越せばいいと。で2位カラクリサーカス、3位北斗、4位チバリオ2、10位の中で半分がチバリオ2なんですよ。ってなったらですよ、今日はチバリオ2を打とうというふうに思ってるんですけど、でここのホールは6台設置です。まあ抽選が62番だったんですけど、全然取れました。でチバリオ2なんですけど、僕打ったことないです。っていうのもやっぱ比較的導入台数もすごい少なくて、そもそも置いてあるホールがない。まあ、初打ちにはなってしまうんですけど、初代のチバリオめちゃくちゃ打ったんで、もうとにかく打ちたいと思ってたんで、もう今日はちょっとチバリオ2でいきたいと思います。はい、それではチバリオ2打っていきたいと思います。さあ行こう。朝一マジで大事。朝一リセットされた場合は 50% 以上で、通常 B 以上が選ばれると。なんでチェリー5回以内の可能性もあるよね、とかで当たってすぐ天国に飛ぶ可能性も大いにある。なんだったら初代とか、あの別にチェリー引いてないのにね、このぐらいの10ゲームぐらいでいきなり光ったりすることもあったんで。そうこれね、共通パイン引いたら 50% でチェリー落ちてくる。来たよ。でこれは普通のジャックチェリーですね。萌え千葉にもありましたけど、ここチェリーが止まらなかったら単チェリー、単チェリーだった場合は通常 B 以上が濃厚になります。でこのタンチェリーがどうやら朝一、通常 B 以上にいた場合、3回目までのチェリーでタンチェリーが落ちてきやすいらしいです。でちなみにチェリーは、まあ、さっきのジャックチェリーとタンチェリーと強チェリー、まあ普通にチェリーが3連で並ぶのと、タン強チェリーもあります。であとは中段チェリーですね。いいよ、 OK。あー来た、これタンチェリー。本当は3回目で来ましたね。おチェリー止まってないんでタンチェリーなんで、通常 B 以上にいるんなら朝一から飛ばしたい。まあ一応通常 B にいれば、通常 B 以上にいれば機械割りは 100% を超えるよと、期待値はあるよということですね。一応ね、まあただそれによる地獄を見ることは多々あるにしても。さあ4回目で、4回目だけど一番熱いのは5回目です。基本5の倍数5、10、15、20、この5の倍数で当たる確率は高くなってるんですけど、これ今5回目なのよ。でめちゃくちゃ大事この後、まずここ光らないと。で当たってた場合はチェリーの確率が約5分の1になってます。 5.2 分の1。だからもうすでにチェリーが落ちてきてもいいんだけど、落ちてこないなら当たってないかなって思ったらチェリー来たりするじゃんっていうのがチバリオですね。共通からのチェリーだもんね。これは6回目でこのフラッシュも変わりましたね。まあこれは、5回以内だとちょっと長めのフラッシュなんですけど、6回、待って7回目あるでしょ、あっていいでしょ、ない？あ、ねえか。
わあ、何かちょっとありそうな気配を感じたんだけどと思ったらこう来るんだよね、8回目。いや、これいるでしょ、9回目。光れ光れ光らないで、ちなみにチェリー引いた後、その後次ゲームでチェリーだから、チェリーが2連した場合はもう当たってます。これでも10回目、あ、いた、多分でも5回目でいたでしょ、さすがに。さあ来い、でビクトで、初代から変わってボーナス3種類やって、レギュラービッグ、これですね、金、金7、揃ったらスーパービッグボーナス。でちなみに今これ予告音になって、こチェリー止まった場合はもうその時点で一次連濃厚になります。いやだから朝一5回目のチェリーで当たってて、で通常 B 以上も出てたというこの状況、めちゃくちゃ熱いよ。でこのランプの色、この後ですね、何色、あ、白か。ここが青だったら継続濃厚とか、 レインボーもそうですねとか、いろいろあります。ここよ、マジ頼む、とりあえずチェリー、もう当たってたら約 5.2 分の1だから OK。 これは熱いよ。で、なんだったら強チェリーがいいわけですよ。あー弱、でも全然いい、光れ来ないか、まだなんとも言えんよね。でも1回引いてるのは大きいよ。あー、めっちゃ遅れた、弱、いやでも引く、光るでしょ、あれ。いやさすがにいるよ、2回目だもん、3回目でしょこれ今、10ゲーム。いや大丈夫、これ飛んでる、遅れた、はい。くそー、光ってくんないじゃん。 OK で、いやーまあそうだよね、ビッグでも全然 OK。 さあ朝一からいきなり天国に飛びました。もうこれはめちゃくちゃ大チャンスです。ここを生かすしか今日はないかもしれない。で天国モードはですね、継続率、ループ率が 66%、75%、80%、 この3種類になります。なんでまあ今それがどこにいるかは分かんないですけど、この後連チャンに期待をすると。でその上ですよね、なぜこの台が万枚多出しコンプリートも大いに起きてるか。まあ今天国モードにいます。でこの上が赤パト、これ光ったらですね。でその上が虹パトと、この2つがありますね。でそのさらに上、リミットレスモードっていうのがあるんですよ。これがめちゃめちゃ大事、ここに入ったら本当に万枚コンプリートが可能になる。でリミットレスモードっていうのは何なのっていうとですね、まずボーナス当たるたんびに有力感をリセットします。かつ当たった時の約 15% で虹パトに行くんですよ。なんで、まあ、リミットレスモードが 88% の継続率を誇って毎ボーナス後、有力感をリセットすると。でその間に 15% 引いて虹パト行って、虹パト終わってもその後リミットレスモードにまた戻るんですよ。それを繰り返したら万枚コンプリートが可能になる。なので今から連チャンさせてそこまで行くとしろ。でもとりあえず一つずつです、一個ずつちゃんと継続させていく。いいよ、遅れてるもんね。あ、光らない、あれ。さあこれで20ゲーム。ちょっと待って、今1回しかチェリー落ちてきてないんだけど、まあさすがに天国にいると思ったんですが、あの天国に飛んだらですね、一応ボーナスの保証ストックもあってですね、まあ、大体平均2個はボーナスストックするんですよ。けどこれで終わってしまった場合、あ、でもいるね、いるよね、あれ、これで終わってしまった場合、あ、でもさすがにいるわ、めっちゃ遅れたし、よかった、いるよね。うわ、不安、不安だけど大丈夫だよね。うん、なんだびっくり、
20分の1になっちゃったからちょっとびっくりしたよ。はい、ここ危ね。さあ、テンパイボイスとかもない。はい、よかった。さすがに飛んでましたね。で、さっきのお話の続きですが、そのリミットレスモードに行くにはですね、どうしたらいいかっていう話をするとね、よくね、このね、子役が登場するということなんですけど、まあ、どうしたらいいかというとですね、まず揺る期間リセットなんで、まあ、乾燥させるということですね。で、あとはですね、その虹パトモードに行ったらですね、その後もリミットレスモードに行くわけですよ。だからこの2つですね、乾燥させる、ないしは虹パト入れる、そしたらリミットレスモードに行くんですけど、ってことを考えると現状乾燥させるのもまあ投資も少ないですし可能、かつ虹パトの方がちょっと難しいかもしれないですけど、もう虹パト行くんだったら多分乾燥すると思うんで、虹パトに行くにはですね、まあもちろんこう当たってる最中、今とかにももう行ってる可能性もありえるっちゃありえるんですよ。ありえるんですけど、これですね、下これが15連したら必ず虹パトモードに行きます。で、10連したら赤パトモードに行きます。まあ、なのでこうやって連チャンしていく、連チャンを重ねていけば、その間に赤パトだったり虹パトに飛ぶこともあるんですけど、おオッケー、あー白全然オッケー、これがレインボーだったら気にならですね。1次連と大事ですよ。これを一つずつ積み重ねていくと。で、もう一個大事なのが6連目。今これで4連は約束されましたけど、6連目に入った時も赤パトモードの移行の抽選が行われてます。まあ、なのでまずはそこを目指して、で、終わらせないようにやっていきたいと思います。通常いいよ、とにかく目指すは6連目。なのであと2回、緑頼む。いいよ、ジャック光らない。いや、でも一回このペースだ、大丈夫だね。はい、いいよ、遅れた、 OK。まず一つ取ったね、しかもビッグと。とりあえずこの1個、あと1個。トップランプは、あー白か、いや関係ないよこれ、もう予告音になってるもん。そう、こっちはダメなのよ、こっちだけやめてほしかった。いいよ、ジャック、いけるよ、これはいける。遅れた、いや、さすがにいる。また、まあ共通パインからのこれはチリでしょ。さあ、おし、さあ、またしてもビッグで6回目。で、このあとここでもしかしたら、もしかしたら赤パトに行ってる可能性はある。ただもうあと4回当てれば絶対行くんで、それを目指そう。赤、いや、ここは大丈夫でしょ。え、大丈夫だよね、 GM 超えたけど、さすがにでしょ。え、本当に、あ、よかった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 、来ない、これで20。え、1回だけなんだけど、でもさっきもあったもんね、からの光らねー。これ29ゲーム目30、え、31、やめろよ、え、次で終わり？本当に？そんなことないでしょ、赤だったし、チェリーでしょ、え、
マジ唖然としてるんだけど。え、終わったわ。赤パトどころじゃなかったわ。はぁ、赤は継続期待度強だよ。まあもちろん言った通り、まあダメだった非継続時は通常 B 以上が濃厚ということで、今通常 B にはいるんですけど、そういうこっちゃねえよな。ただ現状今1153枚あって投資4000円なんで、まあ1000枚ないぐらい浮いてると。この後すぐ当ててまた天国すぐ飛ばしてある程度出したら有力感を切ることができる、乾燥させることができるんで、もうそれを目指すしかない。で、あの天井なんですけど、天井は999ゲームプラスアルファですね。で、朝一は600ゲームプラスアルファなんですけど、まああとは朝一だとね350で当たったりすることもある。で、チェリー回数は45回です。いやー、やってしまいました。追加投資です。1200枚ほどあったメダルは全部なくなりました。ただ唯一の今の救いは、まあ、通常 B 以上にはいるということなんですよ。救いになってないけどな。668ゲームいやー、あそこのヘッドランプ赤からの一気に地獄。これが25回目。いいよ。いや、いるでしょう。いていいでしょう。やっぱね、強チェリーが出てきてほしいんだよね。全長中じゃなかったら1000分の1ぐらいなのが、全長中だったら50分の1とかになるから、強チェリーがいいんだけど、強チェリーじゃないけどさすがに光った。25回目ね、レギュラー。あー、よかった、かかった。投資6000円、681ゲーム。よし、飛んだ、よかった、一発で。まあ、通常 B 以上が出てたとはいえ、おそらくもしかしたらチャンス A、B とかにいた可能性が高いですね。で、ちなみにチャンス B だった場合はチェリーの規定回数25回がもう天井になるんですよ。だから今25回だったからちょうど合ってはいる。ここで金7とか引きたいよね。金7引いたらさ、虹パトかもって思えるわけよ。あー、通常か、点滅は金7がいい。無理。 OK。 まあ今みたいな一次連の時に金7が虹パトにいたら 50% 飛んでくるし、赤だったら 12.5% だったかな、だから8分の1で飛んできたりします。まああと通常 B 時刻は避けられたね。通常 B 以上いるのに全然上がらない、チャンスにも行かないとかで、もう全然天国行かない、何どうなってんのっつって、めちゃくちゃと、うわ、これはもう一角です。一次元レインボー、あー、させりしろ。さあ上がってきたよ、こっから行くよ。いいよ、2回目、さすがにいるでしょ。 OK。 あー、レギュラー。とりあえずあと2回、6連をまず目標に。あー、ランプしろ、もう関係ねえよランプなんか。いや、やばい、終わったかも。10ゲームでゼロと思ったら、まず1個頼む、来ない、来た、2個ならいい。よし、お願いします。ビッグ金のや、初金なら。スーパービッグボーナスはですね、獲得枚数も100枚ちょいお得でございます。純増も上がってますね。ちなみに通常時に引いた場合は通常 B 以上が濃厚となります。で、今は天国中なんで、天国中の金7は4ループ4モードの期待もできると。ここしかない、ここでリミットレスまで行こう。遅れたね。
はい、ここ通常レギュラーと。いいよ、とりあえず、6連したんで赤パトに移行してる可能性もある。さっきはここで終わったからね。あ、今黄色だったよね。あー、やばい、10ゲーム。ちょ、さっきと同じになっちゃうから。これじゃあ6連踏んで終わるはダメよ。うわー、終わってそう。いやー、またしても6連と見せかけて、ここ32ラストないよね。いやー、ダメだ、伸ばせない。8で当たったぞ。これはなんか普通に当たったっぽいね。 2,3% 引いたっぽいな。さあ、追加投資7000円目。よし、よし、 OK、 耐えた。耐えてんのか分からんけど、やっぱここが弱いよね。高設定はそんなに規定チェリーもはまんないはずなのよ。よし、来た、10で OK。 よし、45ではなく40と。レギュラー長かった。840ゲーム、37000円投資。ここは何が何でも飛ばさなきゃいけない。一時は1000枚プラスから37000円負けまで来てしまった。まあ、とはいえですね、まあ、本当は45が選ばれてほしかったなっていう気持ちもあるわけで、40が選ばれてたことで今いたモードは通常 B であることがほぼ濃厚。あとはチャンス A しかないんで、45天井にね。いやー、飛ばすしかない。もういい。ランプは、うわー、白い。大丈夫、関係ないから。すぐチェリー引こう。頼む、遅れてくれ。よし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 、ゴー。くー、光がない。でも1個はさすがにいいでしょ。 OK、 よかった、よかった。危ない、投資は止まった。37000で、もうこの映画ラストの天国、ラストチャンスなんで、実際この台で万枚出すには3、4時間かかるでしょう。ってことを考えると、今僕和歌山にいるし、実はこの後ね、大阪まで車で行って、そこに大阪の事務所に車を置いて、で新幹線乗って東京帰るという流れなんですよ。なんで時間も限られてましてですね、それ考えるとこれしかもう無理です。今4時じゃん。ラストチャンスです。赤ね、まあここはいると。まあ、どの道ストックがあるんでいる。23ゲームで、あ、 OK、 大丈夫、これでチェリーでしょ。チェリー2連、今日初めてで、やっとです。まあ当たりなんですけど、さっき1個前が弱だったじゃないですか。これが今日だったらビッグ以上。うん、弱。さあ、通常点滅お願いします。お願いします。ビッグ金ではない。ランプ黄色、黄色はなんか一番嫌だな、微妙だな。頼むよ、最低保証で終わるわけにはいかない。頼む。お、めっちゃ滑んなかった今。第3がめっちゃ滑ったと思うんだけど。 OK、 天敗です。ビッカク、さあ行こう。白か、オッケー。レギュラー、さあ次ここ当たれば6回目6連目になります。大事よ、緑はいける。まあ1
回ね赤で継続してないっていう事実を作っちゃってるから怖いけど、基本いけるからね。大丈夫？なんで？緑ならちゃんと継続してよ。10ゲームでゼロ。マジ？よし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 。ああ一発ではつかん。いや言ってもこれで15分の1だもんな。落ちてこない。なんで？よしよしよし。ああ光った。オッケー、ビッグ。ああよかった。ちょっと不安になる。さあこれで6連目なんで、今日最高記録並んだ。1回目6連、2回目6連で今6連。ここで全部今まで終わってるから、なんとか赤パト持ってこよう。まだまだだよ。マジ？イエー、また6連。今10ゲーム。ここでチェリー落ちてきたらめちゃくちゃ熱くなれるんだけど、うわ終わってそう。15ゲーム。おお来たぞ。あるかもしんないぞ。頼む、もうジャック、頼む。あーない。頼む、まず頼む。1回だけ。わあたまたま1回だけ。これダメだな。これラスト。ない、残念。はい、ということで、実践終了しました。結果の方ですね、投資が3万7000円なんで、1850枚、回収が834枚、ということで1016枚のマイナスという結果になりました。リミットレスモードどころか、虹パトどころか、赤パトどころか、全部6連で終わるっていう。まあ、ただですね、久しぶりにチバリオ打って、チバリオ2に関しては初めて打ったんですけど、やっぱ面白いっすね。あのチェリー1個だけであんだけ熱くなれる台はないんで、やっぱあの瞬間本当面白いなというふうに思いました。まあ、なかなか打てる機会はないんですけど、もしまた打つ機会があったら果敢にチバリオ2を打ちたいなというふうに思います。もしよかったら高評価に、コメントの方僕全部読んでますんで、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、いつだけかコンプリートして、もうコンプリートしなくてでもランキングに乗りたいというふうに思います。ありがとうございました。